マイデジ TV をご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。鶴島ノアでございます。オスカーの晴れ着撮影会は初めての参加だったんですけれども、こう初めて参加するときは絶対にピンク色の振袖を着たいなという思いがありましたので、改めて念願かなってこんな華やかなピンクの振袖を着させていただけてとても嬉しく思っております。こう2022年は、改めて仮面ライダーの作品もそうですけど、いろんなお役と触れ合えた年だったなというのを感じていますね。でこう新しい趣味などもできたりして、お役も含めていろいろな挑戦ができた2022年になったなというふうに思います。2022年で一番印象に残っていることは、そうですね、やっぱりこうファンの皆様と3年ぶりにファンイベントで素敵な時間をご一緒できたことがすごく印象的であり、お仕事の中でも一番嬉しかったことでした。はい、2023年はありがたいことに1月の5日から始まるドラマで、初めての主演を務めさせていただくんですけれども、こう本当に2023年の素敵な幕開けをさせていただけるので、その流れに乗りまして、またいろんなさまざまなお役に挑戦していきたいなという思いもありますし、こう趣味が本当に私はたくさんありますので、その趣味に通ずるお仕事もたくさん挑戦していけたらなというふうに思っております。ドラマあなたは私に落とされたいということで、フィクションだからこそ楽しめるちょっぴりディープな内容なドラマになっているんですけれども、本当に私は立花ノアちゃんという、偶然にもノアノアというちょっとね運命的なことも初めてお話をいただいた時に感じたんですけれども、とにかく琥珀まで本当にいわゆるあざといお役どころなんですけれども、そこも視聴者の方に楽しんでいただける一つのポイントなんではないでしょうかと思います。はい、ということで立花ノアちゃんの琥珀まな魅力に皆様を落とすことができるように、今絶賛撮影中ですけれども、日々お役を深めて精進してまいりたいと思いますので、皆さんはぜひ1月5日から放送でご覧ください。プライベートで挑戦したいことは本当にたくさんありまして、何か音楽が本当に好きなので、楽器をちょっと習って教養を深めたいなと、2023年の目標の一つとして何か楽器を一つでも習いに行けたらいいなというふうに思ってますね。最近気になるのはピアノとかお琴とかなんですけれども、はい、2022年にこうついに運動と無縁だった私の人生がちょっと変わりまして、最近は週に2回ほどピラティスに通い始めたんですけれども、こうなかなか運動が私は苦手だったんですけど、ピラティスは本当にもう今で4ヶ月くらい続いていまして、こう忙しい時でも本当に頭もすっきりするので楽しく通わせていただいております。10年後はもう31歳ということで、また新たな節目を迎えた後ということなんですけども、そうですね、なんかいい意味でなんかいいところ、自分の好きなところは変わらないままでありたいなと思ってますけど、やっぱり年齢を重ねても挑戦することを諦めずに、怯えずにたくさんのことに挑戦できる自分で鶴島ノアでありたいなというふうに思います。本当に2022年もありがとうございました。2023年もファンの皆様と共に手をつないで同じ夢を見続けられるように、私鶴島ノア日々精進していきたいと思っておりますので、2023年もたくさんの応援をどうぞよろしくお願いいたします。